なことは信用であったり、あと実績であるっていう形でね説明したと思うんですけど、まあその方自身ね当然信用も実績もある方なんですけど、実はですね融資が下りるにあたってね一番重要視したところ、まあこの度はね銀行からでの融資なんですけど、一番重要視したところはどこだと思います？信用でしょうか、実績でしょうか、どう思います皆さん？まあ僕は散々ねこの2つがすごく大事だよっていうふうに話してたんですけど、答えはね、はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はね事務所で動画の撮っていこうかなと思います。2月に入ってね、まあ、繁忙期になりましてすごく忙しくさせてもらってます。まあたくさんの案件をいただきましてね本当助かります、ありがとうございます。その中でですね一つ、まあ、うちの塾生の方がですね、まあ、物件の方を借り入れをするということで、最近の動画でね、公庫からの借り入れっていうことをテーマにね、7本動画を撮りました。でそれがね、まあ、ちょっと、まあ、参考になったということでね、その塾生のね実例をちょっと挙げてね、より具体的にちょっと話していこうかなと思います。まあ公庫からの借り入れね、まあ僕らの方、まあ日本政策金融公庫からの方のね借り入れっていうのは、不動産投資をするにあたって一番最初に、まあ皆さん考えつく、要は融資を借りるにあたってね、銀行か公庫かで大体選ぶ場合、最初は公庫を選ぶ方が多い。まあ、それをまあ踏まえてね、動画の方をたくさん作成させてもらってるんですけど、まあうちの塾生がねその公庫でこの度借り入れをしましたというところで、まあ実質的にはね公庫ではなく銀行さんの方で借り入れという形になったんですけど、この度その塾生の方本人がね自身で不動産を所有してますので、まあ投資用物件を買うにあたってその不動産を担保に入れると、で公庫で融資を受ける場合ね担保に入れると、かつね金利の返済期間をね、まあ、15年、まあ通常10年でどうしてもね公庫の場合は切られることが多いんですけど、15年に引き延ばしてくれということでね、いろいろ、まあ、あの手この手という形でね交渉してね、まあ結果的に公庫ではないんですけど融資の方を勝ち取れそうな感じで今動かれてます。そこでね、まあ、僕自身がこの高校の、融資で受けるための動画でね話したね、大事なことは信用であったり、あと実績であるっていう形でね説明したと思うんですけど、まあその方自身ね当然信用も実績もある方なんですけど、実はですね融資が下りるにあたってね一番重要視したところ、まあこの度はね銀行からでの融資なんですけど、一番重要視したところはどこだと思います？信用でしょうか、実績でしょうか、どう思います皆さん？まあ僕は散々ねこの2つがすごく大事だよっていうふうに話してたんですけど、答えはね、その部屋がね実際に人に借りられているのかどうか、要は実際に今ね借りてもらってる物件をまあ買い取ってもらう形になってるんですけど、本当にお住まいかどうか、まあ住んでる、要は毎月ね家賃が入ってくる状態での売却になるんですけど、そこをねすごく重視されてるんです。その証拠にね、まあもう一件ちょっと売却を検討してるんですけど、そこはね入居者がついてないんですよ今ね。その部屋は、その一軒をね資産価値として認められずにね、融資の方がまあまだ今のところはね保有になってると。つまり銀行っていうのはね、まあ、当然担保も考えますし、金利、あと返済年数っていうのも当然重視されるし、実績っていうところも重視されるんですけど、一番重視してるのはね実際に借りて、まあ、家賃が入ってきてるかどうかっていうところなんですよね。これちょっと面白いですよね。まあ実を取りに来ているっていう風な表現になるんでしょうかね。まあ実際今毎月いくら入るんだっていうところをねすごく重視されてるということでね、これもまあ一つの時代なのかなと。まあ、僕自身のね経験としてね、まあ実際に入居されてる物件を公庫から融資引っ張ったことはなかったので、まあ今回ねこの話をまあ塾生の方から聞いて、ああなるほど、そういう見方も方法としてあるんだなということをね改めてね勉強になりました。
ね、実際に一番重要視してるのはその物件に、ね、人が入ってるかどうかっていうところだっていう話。それとね、ちょっと話が変わるんですけど、まあ塾生同士でね、僕はこの LINE のオープンチャットを使ってね、塾生と、まあ直接やり取りしてる方もいますし、直接僕の LINE の方にね質問を投げかけてくれる方とかねいるんで、すごくね、まあ、毎日お互いに刺激し合ってすごく楽しい実践不動産投資塾コミュニティなんですけど、その中のね回答でね、一人、まあこれは名前は言えませんけどね、当然日本政策金融公庫でお金を借りるっていうのは、まあ最初にお伝えした通り一番最初のステップなんですけど、実はね日本政策金融公庫ではなく、それは他社ですけど、フラット35、要はね通常のねローンですね、家を買うときに使うフラット35を使って実は不動産投資をしているんだっていう話をね僕だけに教えてくれた方がいます。当然名前を言わないということでここで話するっていう形でね言ってます。今これ犯罪です、これね捕まります。今ねかぼちゃの馬車の問題とかね駿河問題とかっていう形ですごく大きくなってたと思うんですけど、これねスマホでも見てみた、見ましょうか。フラット35不正、一括返済請求開始、返済不能なら競売にかけて分割で返済もと書かれてるんですよ。つまりフラット35を使ってね融資を受けてるっていうのがね、まあ僕からしたら意味がわからんのですけど、中にはね不動産業者によっては、まあ、当然フラット35を使った方が金利が安いのと、まあ実際に自分が住むんではなくね人にまあ借りてもらうという形での融資っていうのは基本ダメですから、こういったのを使ったね不正な融資、中にはねその方から直接聞いた話ですけど、住民票をね一旦そこのフラット35で借りる物件に、ね、移したと、買う時にねローン審査の時に一回移したんだっていうことをね僕に打ち明けてくれました。これね手引きした不動産業者の名前をここで僕は言いたい、よく知ってる業者です。ね本当にねこれやっちゃダメです、絶対に。この動画を見られてる方ね、フラット35を使っての要はね日本政策金融公庫ではなく、もうややこしいんですけどね、住宅金融公庫っていうのがあるんですよ。またね同じ公庫なんですけど、こっちの方はフラット35を使ってるんですけど、これを使っての不動産投資は絶対にダメですからね。たまにね勘違いされて僕の動画でYouTube でねコメントくれたりする人おるんですけど、名前とかね顔とかは映らないですけど、まあ当然本名ではアップはしてないと思うんですけど、そこからタグれば誰かが分かりますからね、絶対にそんな質問はこっちに上げてこないでください、それ犯罪ですからね。で、このフラット35に書かれてるのはね、さっきの題名の通りですよ、一括返済される可能性があります。つまり2000万なら2000万ね借りてね、それを住宅金融公庫で借りて、それで融資として、いやいや融資じゃないですよ、それを賃貸で貸してるという形でのものはね犯罪ですからね、これは絶対に注意してください。中に書かれてるのはね本当に一括返済を迫るケース、一括返済なんか当然無理ですからね、2000万とか例えば借金をしてる人であればですね、そうなった場合はこの、フラット35の公庫の方はですね、競売にかけるって書かれてますよね、これすごく重い処分だと思います。そうなればね人生がいっぺんに終わっちゃいますからね、競売かけられたり自己破産してしまうと、これから先不動産投資をしようにも復活するのに、そうだな8年、まあ一応8年っていうのは8年10年かかるケースがありますのでね、その段階で人生積んじゃいますんで、不動産投資どころじゃありませんからね。こういう悪どいことをやってる業者がね、本当名前言いたいな、本当ね言おうかなそういう悪どいことをね未だにやってる方はいます。実はね過去一度ね、まあ、僕の方で、まあ、当然部屋を紹介したオーナーさんでね、オーナーさんっていうのもおこがわしいかもしれないけど、住宅ローンを組んでた人がいましてね、住宅ローンが払えないんで賃貸で人に貸してくれないかっていう方で来たことがあるんですよ。で、その時はね僕自身額がなかったのと、ローンが払えないとはその人言ってなかったんですよ。で、
ああ引っ越しですか、あのうちでそしたら賃貸で募集かけますって募集かけた1年後か2年後かな、その人結局自己破産しちゃいましてね、その賃貸で借りてる人が要は破産物件に住む形になってすごい迷惑をかけてしまったことがあるんですよ。あのそういったこともありますんでね、不動産屋さんがね、まあ、悪い不動産屋さん中にはね、その口座の通帳のお金の数字をねいじったりとか、改ざんですよね、改ざんしたりする業者ね、それは入居者というか購入者にはね伝えず勝手にやる業者さんがいまだにあるそうなんで、そういう悪どいことをやってる業者さんね、ほんと真っ当な仕事をやってないところがまだまだね、不動産投資とするにあたってね、そういった素人というかその初心者の人をね食い物にする人がねまだまだやっぱりいっぱいありますので、まあ、そういったところをね、まあ、実践不動産投資塾では勉強ですね。不動産というのはやっぱりね、まあ、不動産投資っていうのは事業を行っている感覚に近いんですよ。僕自身もねアパートを買ったり戸建てを買ったりそれを買って売ったりしてるわけですけど、本当事業的感覚っていうのは必ず必要になってきますんでね、そういった部分っていうのは日々勉強で、私自身もね日々実例をもとにねこうやって動画で話させてもらったり、本当はこういうケースが今こういうふうにはめ込むケースがあるんだなっていうのもね日々ね学んでね、塾生の人にはそういったケースがあるよっていうことは警告文としてうちのコミュニティの方には流したりとしてますので、ぜひね皆さんね注意してもらっていただいて、まあいろいろ学びたいという方がいましたらね、実践不動産投資塾っていうのはもう無料で開放してますので、LINE のオープンチャットの方からクリックしてもらえば最新の情報をねアップロード常にし続けてますので、一緒に学んでいきましょうということでね、今日は政策金融高校でのね借り入れは実績よりも信用よりもね実弾ですね、自分が実際にそこを人が住んでるよということをより重視する時代になってきたということと、あとフラット35、そっち側の方を使ってね住宅ローンの方を使って不動産投資をするのは犯罪だということですよね、まあ、国のお金といいますか国民の税金を一部使っているケースもありますのでね、そういうことをするのはダメです、絶対ダメですということでね、一応ね今日はこれで終わっておきますってことで、以上です、ありがとうございました。